い、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、また QR コードで読み取っていきたいと思います。ほい、読み取る。ほい、K 君、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ガンガン型、元気の塊タイプ、思いつきで何でもやる、何かやりだしたら誰にも止められない。いいね、いいね。もっとガンガン。賑やかになりそうな感じがする。ほい、ということで、新しく来た K 君からちょっと見ていってみようか。お、なんだこれは。この部屋は、ジムみたいな感じ？やねん。おー、ルームランナーに、あれなんて言うんやっけ？パンチするやつ。パンチするやつ。で、なんか持ち上げるやつと、ダンベル。全然名前知らねえ。そしてハムスターみたいな格好してるね。思いつきで、まあ、人生一回しかないから、勢いも大事だと思う。ああ、K 君の島の管理人さん。やっぱ気にしたりとかするんかな。お、ニュース速報、なんだ？ニュース速報です。ほいほい。この度、マンションの何それ。あなたに聞きたいが開催されることになりましたって言われても。お、なんだこれ。ひな壇芸人みたいな。あきちゃんが司会者や。何か質問したいことがある方は開催して、誰でも開催できるの。じゃあちょっと開催してみようか。常になんか開催されとるわけではないということか。マンションの屋上。屋上。イベントスケジュールってやつ？おお、いつでも開催、あなたに聞きたい。やってみようじゃないか。お、黒影さんが司会者。質問を一つ選んで入力してください。なんだこれ。あ、自動入力ある。チューリップを集めてる人、集めるものではないけど。毎朝ガリ弁している人、すごいね、真面目だ。母親を自動ドアって呼んでる人、どういうこと？どういうこと？ちょ、聞いてみよう。母親を自動ドアって呼んでる人いるの？あ、決定でいいよ。質問する。母親を自動ドアって呼んでる人？はい。結構いるな。3人。え、ケン君びっくりしてるけど。どういうことだろうか。続きまして、第2問。第2問。平泳ぎが下手な人、頭の中が立ち読みでいっぱいの人、どんだけ立ち読みしたいの？もし生まれ変わったらウサギになりたい人、かわいいね。じゃあ、頭の中が立ち読みでいっぱいの人、そんな特殊な人がいらっしゃるの。頭の中が立ち読みでいっぱいの人。はい。おー、一人、台湾さん。そんなに立ち読み好きっすか？まあでも漫画とかね、楽しいけど。最後の質問です。おしゃれ雑誌かもしれないけど。自動入力。汗っかきが好きな人。わざわざ汗っかきが好きな人っていうのがいるの。ガリ弁がうまい人。ガリ弁がうまい。毎晩芋掘りして、毎晩芋掘りしてる人は誰？毎晩芋掘りしている人。はい。おー、あきちゃん、なぜ？てか、どこかに埋まっているのかい？芋。自家栽培かな？ありがとうございました。なんかいろんなことが分かったようで分かっていないような夢を見てみようじゃないか。お、なんだ？ちょっといいですか？ほいほい。実は私たち、こいつ、食べ物が喋りよ。誰だよ。キムチだ。キムチなんだ、あれ。どういうこと？食べられた？てか、人でかくね。キムチ落ちとるよ。またあの夢か。またそんな何回も見てる夢なの、あれ。どういうわけか食べ物、キムチを拾いました。何？マサユメか何か？私がキムチを持っていく。あれは私の手だったのか？夢の中にお邪魔しまーす。ん？光を当てるとミーが元気になる。光。当たってる？
内だからそんなにも当てれないんだけど。ダメか。ほ、あ、ソーラーパネルが手に入る、すげえな。夢か。どういうわけかお宝ソーラーパネルを拾いました。おお、すげえ。ほい、ミーニュース。ライチちゃんだ。ほいほい。空から落ちてきたのは。なぜ？なぜ？神様なんだね。え、台湾さん、うちのマンションに住んでるよ。神様だったんだ。すげえな。ほいほい、シッシーさん。感動して。神様やもんね。おお。はい。なんかさ、ミーニュースへの台湾産出現率高いんだけど、なぜ？ちょっと夢にお邪魔しますよ。え？こい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 、何かする。な、何？あ、なんだこれ。ちょっと今、ゾワってなったんだけど、あ、え？足が出てきた。あ、怖い怖い。ルンルン。ゾワ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 。せっかく可愛いのに。どういうわけかお宝くしを拾いました。くし、髪の毛があんな状態だったから？は。起きたかい？いや、寝てたよ、今。今夜はオールナイトです。おお、なになに、明日何かあるのかい？頑張ることはいいことだけれど。ウキウキだね。あんな夢見たのに。はい、ということで、どうかな、今回はこの辺で終わろうかなと思います。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよと言ってくださる方が何名かいるので、またね、 QR コードで読み取っていきたいと思います。入る。はい、まず一人目は、シーンくん。ドライ系、第一印象、自信家。特徴、形式的、負けず嫌い、短気。ズバリ言い切る、成果にこだわる。テキパキ型、強気に頑張るタイプ。目標が高ければ高いほど燃える。少しおっちょこちょいな面も。お、ドライ系。ま、結構、いろんなタイプの人、ちょっとずつ集まってきたんかな。なごみがいっぱいおる中、ちょいちょいね。オッケー。ほい、そして二人目は、ももちゃん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把。楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。ん、やる気いっぱい。みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。お、ノリ系は他にもおったけど、キラキラ型、アイドルタイプ初めてじゃない？いいね。うん、アイドルっぽいよ、なんかでっかいリボンつけとる感じとか。元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの中心になってくれそう。オッケー。ほい、そして最後3人目は、セザキングさん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把。楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい、みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。おー、ももちゃんと一緒。ノリ系、キラキラ型。セザキングさんはね、ミートモの方にも出てきてるキングなんですけども、まああれやね、私のサムネイルに使ってるキャラクターの絵を、私のキャラクターの絵を描いてくれてるキングです。オッケー。ほい、ということで、また新しい人からちょっと見ていこうかね。入る。お、もうあと一人で2回も埋まるね。じゃあまず、キングから行ってみよう。シックな部屋に住んでるね。でも、キャラクターに合った感じ。なんか見た目と中身のギャップが激しそう。一つの
ことも長く続けられないタイプ。ダメじゃないか。なんだ、飽き性なのか。でも私も飽き性なんだけどね。飽き性、飽き性。イントネーションはどっちでもいいか。ほい、そして、ももちゃん。お、なんか、フルーツが。あれはね、なんか、リゾート的な感じ。ハッピーホームデザイナーで作れそうな感じ。ねえ。いいな、いいな。入る。お邪魔します。ももです。一緒にいると楽しい女だそうです。お、一緒にいると楽しい女、めっちゃいいやん。たまに大声を出して、ストレス解消します。大声を出してストレス解消。カラオケとかいいんじゃない？カラオケでストレス解消できそうな感じ。大声。そして、シーンくん。めっちゃちっちゃい可愛いんやけど。小動物的な可愛さが。シーンでございます。お。目標が高いほど燃え上がる男。なんか言ってることはかっこいいね。言ってることはなんか一番大人な気がする。人を褒めるのは苦手。人のね、なんか、いいところを見つけていってあげたいよね。なんか悪いとこ言おうと思ったら多分簡単やと思うんやけど。遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。共通点クイズ。二人のミーの共通点が合ってるかどうか当てましょう。全問正解できるかな？スタート。共通点クイズ。この言い方好きやわ。デントアキは空腹である。知らない。空腹かな？答えは、おー、空腹なんだ今。なるほど。共通点クイズ把握したよ。第二問。第一とシーンは、友達である。え、いいえじゃない。シンくんまだ来たとこだからね。いいえ。他人。他人ってのも寂しいね。早く友達になろうみんな。最終問題。ててん。え、あ、どうなんやろう。同じ服なんかな。そういえばなんか台湾さんも。そっか、全体の雰囲気で見たら全然違うけど一緒かな？あ、違った。全然違った。ちょっとそうなんかなーとか思ってしまった。残念でしたね。残念。また遊んでください。ティッシュかい？おー、トイレットペーパー、ありがとう。ん？モザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか？ 3 つの選択肢から当てましょう。おー、新しいゲームだ。モザイククイズ。モザイククイズ。わかるよ、黒影さん。独特だから。だって、たった一人でしょ？普通の影でした。紫の髪の毛してるの。次。モザイククイズ。第2問。ててん。これは誰でしょ？シンくん。シンくんだけやもん、触覚生えとるの。ほらほらほら。次へ。モザイククイズ。最終問題。ててん。わかる。ライチちゃん。一人だけやもん。この緑っぽい髪の毛しとるの。特徴的な子ばっかり出てくれた。ありがとうみんな。お、やったね。つづらかい？じゃあ今回は中くらいで。なんだあれ、お、ブリキのおもちゃ。やった、男の子喜ぶねこれ。ミーニュース。どうぞどうぞ。ん？アイコの世界記録樹立？何アイコって？こ、なんだ、せっかく、早速仲良くなってんの。すごいな。明太子をめぐってじゃんけんしてるのもすごいけど、アイコが203回。え、やばいやん、何それ。ギネスに乗る？二人。お、ライチちゃん。見て見ぬふりしてたの？みんな輝いてますね。もも負けられません。輝いとんかな、はい、輝いとんかな。アジジのミーニュース。シッシーがお伝えしました。シッシーさんありがとう。お、レベルアップしたじゃん。レベル3、満足度。プレゼント。プレゼントどうしようか。
じゃあ歌で。歌でどうしよっかな。ラップとかどうよ。あ、でもああいう衣装着とるけんね。あの衣装がどれに合うんかわからんけど、オペラ。オペラを歌ってみんさい。へい、どうぞ。歌、オペラをプレゼントしました。歌をプレゼントというのもあれよね。私が作りよるってことかな。はゆらの靴下に穴が開いているのに気づいちゃいました。え、それは、私？それとも、そこに住んでるあゆなかい？よくわからないけど。とりあえず一旦歌いに行こうか。オペラ。歌ってもらう。祝福の愛。すげえな。なんかかっこいいぞ。あ、キング合いそうやね、これ。なんか壮大なんだけど。ちゃんとこういう物語が。ちゃんとなんかこういうね、一旦暗いところからハッピーエンドに向かっていく感じ。素晴らしいよ。ブラボー。はい、ということで、はい、登録します。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回もまた、Twitter や YouTube の方で、この島の住人になってもいいよという方が何人かいらしたので、QR コードで読み取っていきたいと思います。読み取る。ほい。一人目は、クラくん。ノリ系、第一印象、気さく。特徴、直感&勢い重視、大雑把。楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型。みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。みんなの憧れ。でも陰で苦労してる。てかめっちゃキャラクター可愛いんやけど。あれやね、ノリ系だいぶ増えてきたね。いいよいいよ、明るいよ。お、なんだ、ニュース速報また入った。20人いった？ミーニュース。ほいほい。何？多数決が開催されます。なんだそれ、悩み多き皆さんに。多数決ができるぐらい人が増えてきたってことやね。へぇー。すごい面白そう、また行ってみようね。QR 読み込むより間になくなるとかないよね。おお、全員参加。これもいつでもできるやつかな。ね、あの、マンションの屋上でやりよった質問のやつと同じかな。ほい、じゃあ続き読み取っていきたいと思います。はい、二人目、チャーリーさん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。お、私と一緒だね。オッケー。ほい。そして三人目、最後は、アリスちゃん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。お、アリスちゃんも一緒や。和み系とノリ系がちょっと、勢力が二分されとる感じかな。そしてちょっと、浜辺の方に行ってみようか。浜辺。なんだ？なんだなんだ？なんかいらっしゃるよ。寝てるの？寝てはないのか。ちょっとイベントを。多数決、いつでも開催。
じゃあ多数決しよう。多数決、どれにしようか迷っていることをそれぞれのマスに書いてください。あなたに代わって住人が真剣に選んでくれます。ほう、何この切り替えって。あー、いっぱいあるんやね。まあ2択でいいだろう。え、ここ自由に書けるん。じゃあね、なんだろう、卵書きにくい、卵焼きには卵焼きかな、マヨネーズ。あ、これってさ、言葉で言った方がいい？まあいいや、マヨをでいっか。つける、めっちゃ書きづらいんだけど、あ、はみ出しちゃう気がする。まあいっか、こっちがつけない。こっちだけめっちゃ簡単に書いたけどいい？はい、多数決どうだ？おう？つける？最近から決めている。あ、マジっすか、イミポンちゃん。卵焼きに、私マヨネーズつけて食べるんだけど、みんなどうなんだろう？つけない人の方が多いのかな？なんか、あ、いいね。いいね、なんか黄昏れてるというか、寝てるんだろうか。いや、なんか可愛らしいよ、すごく。遊ぶ。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？これも新しいやつか。シルエットクイズ、シルエットクイズ。これは何でしょう？通学帽。薄毛のカツラって。あれやね、小学生とかの。そうそうそう、通学帽。次へ。女の子用やね、しかも。シルエットクイーズ、第2問。シルエットクイーズ。これは何でしょう？お、なんかお面？ひょっとこのお面だ。答えは？どうよ。ひょっとこのお面でした。ね、その尖った口が見えたよ。次へ。シルエットクイーズ、最終問題。お、最終。ててん。これは何でしょう？頭に花が咲いてる。え？一輪の花？そんな綺麗なものじゃない気がするけど。一輪の花が見えた。おぉ。なるほど。何かもらえる。おめでとうございます。ほいほい、ありがとう。一つだけあげます。じゃあ、どれか選んでください。でかいやつ。お。お宝、ホテルのアメニティをもらいました。やったね。あ、そうだな。ちょっとニュースを確認しておこうか。ミーニュース。お、え、マジで？ももさん誕生日。おー、ももちゃん誕生日だって。お、歌ってる歌ってる。ハッピーバースデーってなんか切るとこおかしいような気が。おー、おめでたい。おめでとう。ももちゃんおめでとう。誕生日おめでとう。おお、声に出して吹き消す。ももさんにとって素敵な一年になりますよ。お、いいこと言うね。え、今日だった？今日も披露覚えてましたよ。絶対嘘や。はい。ほい。11時のニュース。いや、いいね。おめでたいニュースだったね。ちゃんと住民の誕生日をニュースで伝えてくれる。いいね、いいね。せっかくあげたから。あ、どうもです。コメント中で切っちゃった。ほい、アイドルの歌を、お願いします。ダイエットデイズ。なんだそれ。かわいい。曲調がかわいい。おー、いいね。お、ファンの手拍子が入ってるよ。今までとやっぱりちょっと違う感じの。食べるのを。いいね。ここ後ろにも大画面で。おー、なんかそれぞれでやっぱり全然世界観が違ってて面白いね。
ほい。ということで、これで登録しておいて、じゃあ今回はこの辺で、お、こけたこけた。今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよという方がいらしたので、また QR コードで読み取っていきたいと思います。ほい、QR コードを読み取る。ほい、今回来てくれたのはせつなくん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。なるほど、また同じタイプや。いいね、いいね、仲良くやっていけそう。一緒に遊んでくれますか？遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。お、超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？私これ苦手なんよね。超アップクイズ。超アップクイズ。なんかどこがアップになったのかがよくわからんくってさ。これは何でしょう？いや、わからんわ。ゲーム&ウォッチ。答えはわかるかい。マカダミアナッツ。マカダミアナッツ、何あれ？缶に入っとん。めっちゃ山盛りやん。トイレットペーパーかな。ほいほい。お、ティッシュペーパーの方だった。ありがとう。管理人室が、ティッシュでいっぱいになりそう。お、遊ぼう遊ぼう。シャボン玉使ってくれんかな。お、食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。スタート。これは大丈夫なはず。第1問。ててん。これは何でしょう。え、私ピーマンかと思ったんだけど全然ない。焼き芋を半分に折ったやつ。焼き芋でした。おー、合ってる合ってる。次へ。シルエットクイズ第2問。第2問。ててん。これは何でしょう。何それ。え、うん、わからんけど確実にお皿に乗ってる何かだよね。お皿しか見えないよ。じゃあ、唐揚げで、一か八か。わかるわけないやん。お皿の形しかわからんわ。残念でしたね。残念でした。また遊んでください。ほいほい。ティッシュ。まあでもティッシュ大事よ。ミーニュース。ニュース速報です。人気ランキング発表。ランキング掲示板に人気ランキング発表。あ、これ自動的に発表されていくん。うわ、なんかこれ緊張するよね。なになに。もうマサオさんすごいね、野望が。常に更新される。へぇ。これはランキング掲示板のとこに行けばいいってこと？人気ランキング。この島で一番人気のある住人は一体誰でしょう。同性と異性どちらからも好かれる人になりたい。なりたいね。お、1位台湾さん強いね。2位のあゆなとも結構な差が。3位ケンくん。4位アスも。アスも結構いってんだな。そしてお、5位シーンくん。もうすでに入ってきてる。早いね。6位黒影さん。7位キング。8位マサオさん。あ、ここから下はまあ、同点ですよと。みゆ、ライチちゃん、シッシーさん、アキちゃん、ユニポンちゃん、ケイくん、ももちゃん、クラくん、チャーリーさん、アリスちゃん、せつなくんと。こういう順位でした。台湾さん強え。まあ、でも確かに結構出てくるしな。何か新たなニュースはあるかね。11時になりました。ほい、お願いします。最近桃さん T シャツブーム。桃さん柄の T シャツってなんすか。あれだよね、桃ちゃんだよね。おうおう。去年、え、友人の誕生日のために自分の顔のデザインが入った T シャツを作ったの。知らない
なんかすごいね。おさすがみんなのアイドル。ももさん T シャツブームらしいよ今。みんなちょっと持っとかんと遅れてるって言われるかもしれん。お、街の声。みんな輝いてますね。これは確かに輝いてる気がする。え、マサオさんのアイデア？違うでしょう。横取りしちゃダメだよ。ほい、ありがとうございます。今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、朝一。食べ物を大量購入するチャンス、ぜひ買ってあげよう。買おう、買おう。おいしいコーンフレークだよ。お、コーンフレーク。一流シェフも納得しだよ。一流シェフも納得のコーンフレークだって、すごくね。めっちゃ素通りしてるけど、買ってあげるよ。じゃあちょっと5つほどちょうだいな。はい。なんかあの棒読みな感じかわいいよね。一生懸命作ったコーンフレークだよ。よくね、なんか。ニュースをチェックしてみよう。島で起こった新鮮なニュースを。今日はどんなニュースが？ほいほい。おしゃれなネイルアート。いいね、いいね。女の子の間で。リアル。折り鶴の模様？へぇー。ケン君、カリスマモデルだったの？え、男女を問わないデザインって言われてもさ、男の人で爪これだったらちょっと嫌だよ。ももちゃん知ってそう、なんか。微笑ましいのかな。女の子がしよったら微笑ましいけど、男女問わずって言われたら違う気がする。ほい、遊ぼう、遊ぼう。またこれか。これも苦手だ。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。よし。鈴。さあ来い。ああ。なんだって？もう一回。めっちゃ笑顔で。さあ来い。来い。あー、なんてこと。難しくね、これ。絶対難しいよね。また遊ぼう。お、ティッシュ。ありがとう。ティッシュもらった。入るよ。いつも私は人の夢の中にお邪魔するけど。夢。お、お、なんだ？鏡。お、逆向きに歩きよる。お、気づいた？うわ、こけた。鏡の中に別世界が。うわー、怖い。どういうわけかお宝操り人形を拾いました。私今回鏡ゲットかなって思ったんやけど、あの夢で操り人形って怖くない？ふえーい。お、起きた。おはよう。こんにちは。こんにちは。新しいものを見ると何でも欲しく。最近っていうかなんかまあ、技術がいろいろと発達してきたから。私が子供の頃よりもいいものがいっぱいあると思うよ。ね、なんかどんどん子供用のおもちゃとかも進化してきとるし、いいよね。ほい、ということでまあ、じゃあ今回はこの辺で終わろうかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。